日本福岡県北九州市戸畑区、麻生麻生は、福岡県北九州市戸畑区の地名及び地域名。戸畑市街地の中心部に位置しており、町名として麻生市から三丁目がある。また、隣接する中本町及び新地一丁目の一部を含む地域の総称である。地区の北側を麻生通り、西側を旧電車通りによって区切られ、二つの通りが交わる。 麻生交差点付近が、戸畑内で、かつて、最も賑わいのあった地区で、現在も沿道には、商店が立ち並んでいる。旧電車通りと並行する路地は、麻生ファイン通りと名付けられ、老舗レストランをはじめスナックなどの飲食店が軒を、連ねる。地形的には、平坦な地域が多いが、日旗八幡宮を最高地点として、南側に隣接する。 沖大地区を流れる天雷寺川流域に向かって、坂の多い地域でもある。戸畑御温参加者の時期には、日畑八幡宮境内を中心に三宮通り沿いには、夜店が並び、多くの人で賑わう。中世に存在した、麻生市が支配した、荘園、麻生嘘に由来する。あやめ通りアーケードを出た中本町第一、交差点から日畑八幡宮山道に至る通り。 路線により遊ぶ通り側と旧電車通り側に分かれている。ありがとうございます。